はい、それでは続けてまいります。ここちょっといいものがあるんですけど買えないですね。まあ、どう頑張っても買えないんで、買えないし取れないんで、諦めてさっさと行きますかね。てかまだ1階だもんな。1階でまあ盾は貧弱とはいえねえ、武器もね、合計入る人ら来ちゃったしね。これ多分メッキじゃないかなと思うんで、ちょっと。あれ？違うのか？なんだろう？わかんない。わかんないっすね。500ってなんだろう？いや、なんですか、メッキってこういうもんなんですかね。わからないな。うん。わかんない。名前のとこにハテナってるとこ。よくわかんないから。わかんないな。やっぱ知識不足だわ。おぉ。さあ、まだ始まったばっかりですからね。ま、ただ、今回は、採石が良いのではないでしょうか。てい。まあ、この辺の連中にはもう全然負けないな。なんかいいもの落ちてないか。これはなんだその壺は。なんだこれは。なんだろう。待て、これ壺状態か。かな？わかんないな。おー。じゃあ、切り方の壺を置く。ああ、保存か。これは保存だと思うんだけども。だな。まあ、最先いいっすね。で、ウンドゥーバーが怖いっすね。猿の絵の巻物。400ってなんだっけ？なんだろう400。恵みか。恵みだな、これ。あー、ナイスだ。さて、さて、さて。で、これが壺像だと思うんで、読む。あ、ナイスだ。やっぱりそうだったんだ。で、ウンドゥーバーが怖いんで、とりあえず、ウンドゥーバーが出たら、なんか退ける方法が欲しいんだけど、アイテムとかないなぁ。この下は？ギターがあるか。よし。じゃ、あいつが出たら、これで。おぉ、なんだ、深い壺って。よし、じゃあ識別しに行きますか。こっちか。おっとっと。よく見てなかった、画面を。お腹減ってきた。食っとくか。ああ、まだいいか。まあ、この間みたいなことになるのは嫌だけど。よし。まあ、これで大丈夫だろう。太い壺。深い壺をまず。これは？ああ、合成かもしれないんだな。名前、じゃあ、合成か、分裂かって感じですよね。こういう時って何て書けばいいんだろうな。実質なんときは6択なんですよね。バイバラさんの壺かもしれないんで。ですよね。あれがなんか落ちてるって書いてあるんですよ、攻略本にはね。かもしれないんで、こうやって書いておきます。で、これは、5で1500ってことは、なんだっけ、識別、弱化、変形とか、その辺だよな。だから、まあ、3択かな。値段書いておけばいいか。まあ、値段書いておけばいいか。これは入れてみなきゃわかんないな。青銅鉱。
おお、5000復活じゃないか。ん？あ、だよな。あんまり、復活だ、復活。それでわかるか。一つ目殺し。赤い草。200。これマイナスだ。飲むな、飲むな。3、1950。倉庫か？わかんない。なんだろう、なんだろう。あ、待って、押すツボか。なんだろう。背中かな？押してねえかわかんないんだよな。押すツボだからな。背中？果て何しとこうかな。おぉ。当たれい。うお、何？倒せんのか。うお、やべえ。じゃあ、怖いわ。あったく、やってくれるわ。いや、まさか、そっか、一撃じゃ倒せないんだな。HP やっぱ把握しておかなきゃダメなんだな。てい。よーし。で、見たっけ全部。飲むのだろ？背中、復活。なんかいいもんがいっぱいあるなぁ。じゃあ、行くかな。行くか。行こう。なんか戻ってきた意味がないんだけど。まあいいだろう。こっちから行くか。迷路通らずに済むからな。で、あと識別だな。識別の巻物であいつを見ておきたいが。さて、3回っすね。おお、止まってる時外すなんて。あ、拾っちゃった。なんかいいものあってほしいんだけども。だけど今回はついてると見た。つけてみよう。なんだろう。何かな。わからない。なんだろうな、これ。違うな。通過じゃないな。なんだろうな。謎の腕輪をつけました。レベル固定とかだったら最悪なんだけど。これ識別かもしれないんだよな。もしかしたら。じゃあ、なんだっけ、矢だな。矢が欲しい。お、これはもしかして。そっかそっか。あいつが出るかもしれないんだな。やっぱり。くそー。これで回復して、てい。グホ。ああ、しまった。やばい、俺また死んのか、ここで。うわあ、最低だわー。てい。よし。来ないでくれ、頼む。ああ、怖すぎる。怖すぎるわー。ひえ。泣きたくなってくる。お、来やがったか。来い。てい。くそ、てい。おぉ。なんか下にアイテムがあるかもしれないからな。どうあっても見たい。おぉ。
ナイスだ。いいぞ。もういいぞ。もう帰っていいぞ、お前。もしかしたら、変化かもしれないんだよな、これ。試してみる。違う。変化じゃない。識別かもしれないな。もう識別かもしれない。識別でした。混乱化か。じゃあ、入れると。罠の巻物。四季。四季の壺と。あ、いる。てい。おー、てい。お見かけ倒しの盾。うわー、しまった。変な無駄なことやらなきゃよかった。じゃあ行きますか。というか呪い外して、見るパワーアップか。ふう。そっかそっか。ふうって感じだな。盾がつけなきゃよかったわ。これはなんていうか、なんかかなり気の利いた罠だわ。なんか怖くなってきた。まあ、武器の威力は高いんだけど、13万だな。なんか私の、数少ない、試練経験の中でも最強の武器ですからね。今まで拾ってきた、使ってきた武器の中で最強です。やっぱり保存が早い時期であるっていうのはいいっすね。おぉ。混乱避けの腕やって、なんか、あまりありがたくないよな。お、やったー、必中の剣来たー。装備しないでおこう。また呪われたら嫌。で、あれが合成だったら、おぉ。あれが合成だったら最高なんだけどな。よし。もっと探索して。おぉ、てい。黒い草。うおぉ。ふぅ。復活出たっけ今回。出たんだっけ出なかったんだっけ。なんか、今回の撮影で何度もやってるか分からなくなっちゃいました。なんか武器はいいんだけどな。盾が最悪だな。ほんとに。お、またこういうパターンか。大きいおにぎり食べる。なんか、食料を見つけないとだな。遠いな。遠いじゃないか。なんか無駄な動きが多いのかな。もっとなんていうか、満腹度を節約する方法が、あるかな。もっとなんていうか、マップを類推するとか、かな。どうなんすかね、クロートの皆さん。そうなんすかね。ちょっと飲んでいくか。お、命の草。うわぁ。でも早めに出てよかったかもしれない。早く溶けろ。もういいんじゃないですか、いい加減。で、巻物読んでおくか。なんだ？おお、大部屋か。よし、じゃあ行くか。